前回に続いて、はい、今回もね、はい、スノーボードの初歩的というかよく聞くけど実はもう知らないんじゃないかっていう疑問をね解消していけばという企画でございますよ。そうです、ほんまに、はい、前回セットバックやったね。はい、やりましたね。長いかったよ。長かった、深かったね。深いセットバック、うん、あれでは収まりきらへんから、ね、収まりきらへんからね。はい、今回何でしょう。今回は、はい、進行方向。進行方向、うん、進行方向、進行方向、まあ、まあ進行方向っていうか板の向き、どっちほらなんかこうたまにいません、逆でつけてたりする人とか。ああ、うん、一応目安というか。お前こんなんさ、いやこれはね、お前こんなんお前自分の板さ逆でつけて滑るか。俺はないですけど、うん、僕はないですけど、たまにほらツインとかで同じようなデザインで、うん、ツインないですか、うん、ツインって何ですかって話に戻っても戻っちゃいますけどね。初歩的なところでいくと、もうシンプルに言います、はい、これもメーカーによる、メーカーによるみたいです、うちは、はい、ここに文字書いてあるやろ、はいはいはい、うん、文字が例えば板に対してこう向きに書いてあったら、うん、頭が上やん。おお、なるほど。一応こっちが進行方向やねんけど、はいはいはい、スペック的にはどっちでもいい。おお、なるほど、うん、今度ナイスって書いてあるやん。書いてますね。 R が前です。はいはいはい。ただスペック的にはフレックスバランスも形も同じなんでどっちでもいいです。おお、なるほど、うん、ただこいつに関してはリス穴だけセットバック1センチ入っています、はいはいはい、だからもう必然的にノーザンこっちです。もし仮にこっちをノーザンにするんやったら後ろから3つ目の穴を真ん中にしてつけてください。あ、こっち側の、うん、あ、なるほど。そしたらスペック的にはノーズで一緒ですっていう考えでやってます。だからこの板もナインこっちが頭です、はい、これは分かりやすいよね。分かりやすいですね。これ分かりやすい。ここにデザイン入ってて、はいはい、ナインって、うんうん、ナインこれはこっちが前です、はい、ただスペックこいつはビス穴もツインでついてるんで、はいはいはい、スペック的にはどっちが前でもいいです。あ、なるほど、うん、で要はあんのが、はいはい、グラトリとかしてる子特に多いな、はいはいはい、うん、まあ、パーク入ってる子も多いかな。まあヘタるから絶対均等に弱ったりせえへんね、はい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 、例えばノーズばっか使う人はノーズがベロンってちょっとやらかなったりするから、はいはいはい、ちょっとノーズの張り弱だったから、はい、ローテーションって車のタイヤと一緒。あ、なるほど。前輪の方がちびるよ、速い。速いですね。だから、はい、前後入れ替えてさ、はいはいはい、スタッドレスとか回すやん、はい、あれと同じでちょっとノーズに立ってったから、なるほど、ちょっとやっぱこっちでどうかっていう使い方をする人も多いし、俺も昔言われてた。へえ。なんならこっち折れたからこっちに入れ替えようかって使えるしってね。もう乗り込みすぎてた、うん、折れるから、はい、でも買うからもったいないし入れ替えたらやろ、今のフォルム合いが調子いいからって入れ替えてたの。なるほど、なるほど。したらちょっと針が戻ってきたりするから、ローテーションもするのもあり、はい、ツインチップだね、はいはい、どっちでもいいよ、ツインチップはね、まあ、一応なんかそう。ただこういうディレクショナルツインとかは一応進行方向決まってるから、はい、まあ、ビス穴から測り、あー、なるほどね。で長い方が基本的には進行方向。次いきます。次はね、はい、ダリングダリングって言葉ね聞くんですよ、たまに。僕だけで知らんの。いや、僕は知ってますよ。でも聞くけど知らん人もいるかなと思って、それをしてないっていう人もいるんじゃないかなっていう、うん、ダリングな、ダリングを、ダリングは、うん、ダリングの前に、はい、あの有効位置ってない、有効位置あります。ダリングと有効位置ちょっとセットで説明したいから。わかりました。じゃあ有効位置とダリングセットで、ね、説明する、はい、うん、有効エッジ、はい、漢字は有効、はい、エッジっていうのは鉄部分です、はいはいはい、接面にグリップさしたり、うん、ブレーキしたり、はい、ボードをこうコントロールするために非常に重要な役割です、はい、タイヤみたいなもんですわ、はいはいはい、有効エッジ、有効エッジ、はい、があるってこと。有効エッジがあるってこと。何でそんなキャラになってんの。先生みたいな。先生、無効エッジもね、無効エッジは有効があるってことはさ、いや逆でね、有効があるってことはさ、無効もある。ないわ。ないよ。あるでしょ、それは。有効エッジがあるってこと、はい、ない。無効エッジが、はい、ここです。なるほど。 あんねや。いや、無効エッジとは言わないよ。いや、言わんな。言わへんけど、う、ね、うん、無効エッジはここです。はいはいはい。ここってまあ使わんよ。そうですね、確かに。ここ使ってる人、まあ、目はマニアックな人はここも使うんですっていう人もおるかもしれんけど、はいはいはい、基本的にここってさ、うん、エッジがピンピンに尖ってる必要ないやろ、うん、ここは無効エッジなんですよ、はいはいはい、で、ここのサイドカーブから、はい、ここのエッジカービングするときに使う、はいはい、この太いとこから太いとこまで、はいはいはい、これ有効エッジ、はい、な、はい、有効よ、無効よ、無効な、はい、ほんなら、例えば、はい、ここもピンピンに研いだったとする、研いだ、はい、これが
バッ、うわ滑ってて、はい、座り込んでるここにガーッ、まあでも上ありますサーンと、はいはいはい、まあ、結構あるやん、身内を滑っててもあるやん、うん、そこでさ、はい、ここが、まあ、エッジってやっぱ刃物みたいに、はい、刃物とまでいかんけど、はい、綺麗に90度出たりして、はい、鉄やから鋭利になってる、まあね、鋭利とまでいかんけど、まあまあ、切れるよ、はいはい、切れますね、ピンピンと入れたら、はい、危ないよ、はい、危ないですね。ほんならそこを向こうエッジはもうどうせ使わない、はい、グリップ力とか必要ないですよって人はダリングしてください、はいはい、ダリングってなんやねん、なんやろ、なんやねんってなるっすね、なるじゃないですか、これ鉄ヤスリとかで、はい、って丸めんねん、はい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 、丸めることによって、うん、人に当たった時に怪我させないとか、確かに切れにくくなりますもんね、普段どこ滑ってる、普段どこ滑ってる、まあ、高須とか奥美でやろ、奥美の、奥美のです、奥美のでさ、はい、奥美の滑ってたらさ、はい、これ完全奥美の批判だろ、怒られんから大丈夫リフト待ちでさ、まあ、どこでもね、うん、リフト待ちでさ、はい、あー、まあ、これはでもどこのゲレンデ行ってもあるからないよないみたいです、うん、関西だけやん、関西、なるほど、八北とか俺言ってたら、はいはい、これバンバン当てられるってことさ、これだった時にさ、はいはい、当たることありますね、でもここの角がさ、うん、角張ってるとさ、はい、チップ言うて、はいはい、あの要は板の端っこは白をパコンって剥がれたりするやん、はい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 、あれバコンってやられんねんな、はい、けどここ丸めてたらさ、それちょっと置きにくいやろ、はいはい、そうそう、切れにくくなりますね、そうそうそう、ここはだから奥身の滑る人は特に、はい、まあ、見ないよ、みんなですよ、ダリングしてあげるのも入るやと、人の優しさですね、そう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 、でベリー剥がれたらそっからさ、運悪いと水入って、はい、中の芯材水吸うてって、はい、木材が、はいはいはい、折れやすくなったりとか、はい、から結構そうだ、大事じゃないですか、ダリング、いやまあ今めっちゃ極端な例言った、まあ、極端な例言ったけど、はいはい、そっからバリーって剥がれたりとかもあるから、はいはい、うん、ゼロじゃないですか、嫌やろ、嫌です、うん、だからダリングをするのはやっぱ大事だし、風俗行く前に爪切れみたいなもんやね、何の話や、何の話、なるほどね、女の子と遊ぶ前に爪切れみたいなもんや、うん、大事ですね、爪切るのは、うん、はい、そういうことしまってんよ、うん、よ先輩だ、会社の先輩だから、はい、よなんかパチって会社に爪切って、はい、で、何してんすかって風俗行くんやあ、あーってなって、あ、先輩が、あ、そうなんだ、ね配慮めっちゃ配慮するやんみたいな、配慮するね、そういうことだ、うん、もう一個、おでん食ったことある、おでん、おでん、あのおでん作ったことある、え、作ったことはないですけど、何やねん、実家暮らしか実家暮らしますおでんの大根ってさ、はい、角落としてあるの知ってた、面取りってねんけど、そうなんですか、あれ、あの、煮崩れを起こしてそこからパカって割れて、はいはい、ぶっ壊れたりするね、はいはい、だから、おでんって角を、うんうん、こう、スパンって切って終わりじゃなくて、うん、角をこうやって斜めにテーパー切んねん、へぇ、そうなんや、で、実は、はい、やったります、お母さんの板は全部、おぉ、なるほど、ここの角を、はい、デッキ側な、はいはいはい、をちょっと削ってあげることで、うん、バリーが起きにくくなる、あ、この上のこっちの部分ですね、そう、そこもちょっと斜めにダリングみたいな感じに、はいはいはい、してあげることでバリーが起きにくくなる、はいはいはい、で、自分でしてもいいよ、さらに買った板は、あー、なるより丸く、そうそうそう、より丸くしてもいいし、はいはいはい、で、実はお母さんの板、全部、一応、うん、最初にダリング入ってる、あ、入ってるんや、うん、へぇ、こことさ、はい、ここ触ってこう、確かにちゃうやろ、優しいこっちだ、ただそんなにがっつりも入ってないから、うん、ちょっともうちょっとしたいなっていう人はもうめちゃくちゃ丸めだったらいいと思うし、うんうんうん、お店でも結構丸めてくれるところはほとんどやから、比べると全然ちゃいますね、ちゃう、うん、からここのデッキ面の角を落としてここも落としちゃうことによって、うん、まあデッキ面は全部やった方がいいと思う俺は、あー、なるほど、こことかに当てられる時もあるから、そうですね、はいはいはい、あるから、デッキは全部落として、うんうん、で、ソール面、ソール面はここの向こうエッジ、はいはい、向こうエッジのところは丸め立った方が優しいんちゃうかとは思う、確かに当たった時にそうですね、うん、傷つけにくくなるから、可変キャンバー、はい、可変キャンバー、まあよく言う可変キャンバー、ハイブリッドキャンバー、